皆さんこんにちは。今日はロシアのシリウスのチャンネルからの翻訳です。テーマは中国は人々からエネルギーを搾取するための世界規模の工場というものです。実際に今日世界を見ていくと、中国というのはシリーズ化されたディストピアのようです。見たところ、この世界は第2シーズンに移っているようです。第1シーズンはご存知の通り全世界での流行病でした。2022年11月末、中国では止まることのない中国全土に広がった反対運動のためか、勇敢な中国共産党は新しいシリーズを開始しました。そしてたくさんの住民たちが暮らしている居住地がまたもや幽霊たちの住む町に変わってしまいました。好地方呀，满大道啊，空无一人呐。看看，就看见两辆车，这树叶可大道飘。今天来到一座城市废弃的无人村。难道这真是城市无人村？这车，这树叶飘可大道。前回のシリーズと同様に、封印された箱を持った人々が恐怖におののいた状態で窓の外を覗くようになりました。まちまちに巨大なカラスの雲が広がっていく様子を眺めています。若者たちがお互いに驚かせ合って盛り上がった恐怖の事件のうち、最も恐ろしいものはアルミホイルの帽子をかぶって2020年に起きました。その際に人々がスーパーマーケットに追い立てられるといった予測が立てられましたが、これらは実際には家畜を維持することが目的でした。中華人民共和国ではこのようなイベントをしっかりと実現しました。また栄光ある中国の政権は、この現在起きている反対運動という問題に対応し、中国全土に収容所を建設しました。そして将来の問題分子をすでにそこへ送ってしまっています。その様子は1942年から1943年頃、第二次世界大戦の時期に人々が収容所に送られていた様子を思い出させます。将来の問題分子たちに金のコロナの冒険が選択されているのかどうかをはっきりと述べることは難しいです。しかしこれに対する回答は、中国人たちによる世界市場での貴金属販売量の増加が示すことになります。また、リゾートの収容所に逃げることに成功した人たちは、天候に無関係に毎日検査を受けるために行列を作らなければいけません。当然ながら、これらの行列の後、どれだけの人間が犠牲になったかは、公式の情報からは不明です。中国でも南方の地域ではこの状態よりはかなり楽です。しかし、マスクをして並ばなければいけない行列の長さは北よりも長くなっています。南方の一つの地方ではその場所での権力機構が鶏に関する規則を変更し、それを黄色にしたため
それで、その後行列で最も長いものは、6万人にも上りました。これらの事件と並行して起きているのは、小さなビジネスが完全に潰れていってしまっているということです。損失で頭が狂ってしまっている経営者たちは、自分たちの手で自分のレストランや店舗を燃やしたり破壊したりしています。徐々に人々は目が覚めてきて、手に棒や道具を持つようになりました。そして宇宙飛行士たちを一人ずつ毒にかけていったりします。今日に至るまで多くの人たちが思っていることですが、この全世界でのパンデミックとの争いは、各国の経済の破壊と、この世界の新しい経済の仕組みへの移行に貢献していると考えられています。しかし今日中国で起きていることというのは、経済の破壊というものとは似ておらず、廃棄のプロセスでもないようです。これは中国の指導者が、自身の仲間たちに対して最大限の痛みを感じるように拘束したように見えます。そうすることで人々が毎日恐怖におののき、ネガティブなエネルギーをあらゆる方向に放出させることが目的のようです。そしてそうなると、これらの中国の権力者たちはこの呪いによるネガティブなエネルギーを捕まえ、何らかの宇宙的な道具を利用して、ネガティブなエネルギーをバッテリーに集めているようです。それはあるいは自国で生産した何らかのエネルギー装置かもしれません。中国ではそうして千年もの歴史の間、人々を操作してきていたのですから、こうすると現在では中国の人たちはバッテリー人間というように呼んでも良いかもしれません。彼らはすでに3年にもわたって利用されていて、最大限ネガティブなエネルギーを発し続けています。最後にもう一つの疑問です。そのことにおそらく100万人単位の人たちが気になるところかもしれません。中国の人々のこの恐怖のエネルギーを搾取されるという経験の手法がどれほど他国にまで拡散されていくのでしょうかという疑問です。どのような分別でそれは制限されるのでしょうか。それともこのような現象は茶番の第一シリーズと同様にアースの表面上のあらゆる場所で繰り返されるのでしょうか。皆さん、それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。変わる変わる世界、人口めまい、何も知らない、今も知らない、思い上がる画面の中は変わらないまま、どんな残酷でもどんな嘘を抱えてもこんな真実でも、見えない顔に知られることはなくとも、まっすぐで変わらない。
つずつ答え合わすように。めぐる思い、ひそりは遠い、何も見えない、今も見えない、回る星も動く遠い色、夢見た空は届く、この時代に生まれてよかった、今日はそう思える。まっすぐで変わらない、あの頃のままここに生きている。不思議なことに蓋なんてできない、答え合わすように。終わらない病、終わってるんじゃない、終わらせましょう、ああそうしよう。